いや、ビタミン C 欲しい時あるんだよね。昨日よれてた。あ、ママありがとう。昨日よれてた。寝てたね、ずっと寝てたね、2時まで寝てた。よれじゅん。早っ。よりよりだった。なんどこでよりよりだったってわかんの。全然記憶なんか。あ、お母さんから連絡来てた。お母さん、エルのために仕事辞めた方がいいかなって。いやいや、エル帰ったよっつって。なんかね、そうレアにも言われたんだけど、記憶がないね。ラウンド1行った記憶がない。警察と話した記憶もないし、襲われそうになってたって。何、襲われそうになって。分かんない、全然記憶ない。なんか一回タクシーに乗せられた記憶があるんだよね。なんか夜、ここからタクシー乗んのみたいな。なんか口が寂しくてね、しょっぱいもん欲しくない。お母さん誕生日電話した、さっき。あんたがこれ以上寄れるんだったらお母さんも一緒に寄れるからって言って、やってみればって言った。うわ、外ちょうど気持ちいいっすよ。情けなかった。ほんとほんと、お母さんもハマるんじゃない。俺のお母さんだし、多分。35ぐらいがいいんじゃない。体ちっちゃいし。ほんとレアに見せ物にされてた。そんなかっこ悪かった昨日。何がいいのかもしれない。何しようかな。大阪で、いや帰った。チャパチャですね。でもレアがいい子なのは分かったでしょ。レアがいい子なの分かったでしょ。あ、こう分からない。なんだろう、こんにちは。配信頑張ってくれるしさ、配信頑張ってくれる子だったら俺はみんないい子だと思うよ。あの、配信者としてね。それぞれのね、変えたの。あー、まきまきありがとう。まきまきやないとやってきない。ナイさんとこ行ったの、何も考えてない。あー、なんか昨日モデ同士のバトルもしてたね。いい子の基準。俺の都合じゃない、俺の都合、俺のためになる基準、俺がありがたいと思うのが基準。みんなと俺は基準違うじゃん、見方とか基準。
からさ、ね、なんか配信ね、みんなが喜んで笑ってくれたりとかネタになってくれれば俺はそれでいいし、泊まるところがないときはね、わざわざホテル泊まってね、取ってくれるのもありがたいし、ホテル取るなんてめんどくさいし、そう、まあ、ネタになってくれればいいよ。あ、巻き巻きさんありがとう。巻き巻きさんがいないとやっていけない。巻き巻きさんありがとう。そう、でもそう、レイちゃんはまだちょっと自分よがりのところがあるね。なんか親のこと考えなかったりとかね、そういうところあるから、まあ周りからしたらね、あれかもしんないね。なんかいからね、そう、あれがもうちょっと年いったら分かるんじゃないか、子供ができたりとか。いや別にちょろいやんっていうか、まあね、俺はよくしてもらってるから、そこを別に傷つけようと思わない、敵になろうと思わない。ネイキとだから会うタイミングないね。約束もしてないし、約束しないといきなり夜のさ深夜帯に呼ばれてもいけないじゃん。なんであやふやで子供作っちゃいけない。たくさんこの世にはさ、あやふやな感じで子供作ってる人いっぱいいるでしょ。自分のさ価値観を俺に押し付けんのよ。いや、ネキと遊んでんならいいんじゃない。ネキとね、ポージュが遊んでんだったら俺はね、別に付き合ってもなんでもないし、好きにすればと思うし。モテなくなったら、でももともとモテないもん。誰も遊んでくれないからレアちゃんと遊んだわけでしょ。仲直りも別に何もしてない。俺別に子供どうしても欲しいって言ったら、認知しなくていいんだったら作ってできてもいいよ。なんか育てられる気がしない。持てない。この音やだ。やっぱり人間としてになっちゃうから、やっぱ養育費は払わないといけないのかもしれないけど、レアちゃんの方がお金持ってそうだからね。配信の素質ある、あってほしいね。あんなにさ、だってさ、キャプテン翼とかもそうでしょ。キャプテン翼もさ、生後5ヶ月からボールと一緒に遊んでたみたいなさ、よくあるじゃん。なんか沢北栄二っていうスラムダンクのね、バスケット選手もね、もう1歳になるとドーム時にバスケットボールの皮の感覚を占めてたみたいな、あるでしょ、ボールアートマッチみたいな。エルはそんなことを言ったらね、生まれて生後に2ヶ月から配信棒と共に配信のこう
配信棒を触りギフトにアラブの石油って言ってたみたいなさ、だからその感覚で言ったらもう L はね、配信は友達じゃん、配信の申し子と言われても過言じゃないじゃん。その感覚で言えば L はもう配信のワールドカップで優勝してもおかしくないくらい。早くなるかな。どうなるのかね、分かんないね。お疲れ様です。かわいい。ああ今日もやっちゃう。もりもりさんありがとう。ハンバーグ、ハンバーグ。どうするか。子供作ってない、別に作ろうとは思ってないけど、今響いてるね完全に。なんかいくら寝ても寝たない。一人暮らししてる女の子いないかな、なんかちょっと部屋に寝かせてくんねえかな。ナイさんとこ行くなんて一言も言ってない。バーベキューの時にちょっとぐらい顔を出そうかなと思って。目が疲れてる。まあ、おもちゃにしてくれるだけありがたいよ。俺をね、おもちゃにできるのなんてなかなかいない。エミリさんとレアちゃんぐらいじゃないか今。プリクラどこ、なんかレアが持ってんじゃないか。なんかプリクラなとかって言った気がするな。そういう。お母さんと電話したって。お母さんにそう電話した。レアのホテルが一人でしか取ってないから入れないんでしょうね。母ちゃんがなんか多分配信、昨日の配信見たんだろうね。もうこれ以上あんたが寄れるんだったらお母さんも寄れちゃうからって言って、お好きにどうぞみたいな。35ぐらいがいいんじゃないかぐらい。お母さんが怒ってた。一回やってみればって。高血圧の薬だったり、ね、眠剤だったり、何でもお母さんだってあるんだからって言って、メジコン買ってきちゃうからって怒ってた。好きにすれば。配信で釣った方がいいね、それは。一緒に配信して一緒に寄れたい。お母さん誕生日おめでとうっていう話してたのになんかおかしくなっちゃった。話の方向がずれちゃって喧嘩になっちゃった。まあまあ喧嘩っていうわけじゃないんだけど、昨日43だったと思う。
大人の遊び教えてよ。それが楽器の遊びっつうんだったら大人の遊びって何なの。ラブさんありがとう。もっと俺のことをね、なんかそんなね、子供ガキガキとか言ってんだったら大人の遊びに連れてってくれよ。楽しい遊び教えてくれよ。あ、ゆまちゃんありがとう。ミュートされたのはミュートされるようなことを言ってるのが悪いんだろう。出身茨城。あと喋り方が気に入らない、このリーちゃんってやつ、人を頼んなんつって。さよなら。なんかまあまあお酒飲んでるような感じだろうね。みんながなんかこう甘えられるんだろうね、だらしなく入れるんだろうね。より楽しいよ。パンちゃん記憶にないけど、まあ楽しいよ。大阪の新大阪の近く、本当癖になる話し方。なんか最近福岡の人と一緒に言いすぎて福岡弁が頭から離れないね。ふとした時に福岡弁が出そうなの。まあね、体が本当にやばいと思ったらやめるよ。まあ、これ以上やばいな、もうボロボロだなと思ったらやめる。いやいや、寄れなくても好きになる人じゃなくて、こっちの問題だよ、こっちの問題。多いなみたいな。なんか福岡博多弁っていうのが分かんないけどさ、変わりすぎてて標準語と違いすぎてて、なんかまあね、特徴あるよね。何にも送んない。四季さんのあの車の中で怒鳴ってる、なんかツイッターで流れてきたけど、あれ面白いよね。四季さんがなんか車の中かなんかどっかで怒鳴って怒り散らかしてるなんか動画ない？なんて怒ってんだっけあれ。なんかぶっ壊れちゃってる。いっぱいあるんだ。そう、あれすごいな。わかんない、ハックンじゃないと思う。なんか普通になめんな、博多の女なめんなみたいなすごい怒鳴ってるやつ。明るかった前よりも髪サラサラに見えます。あ、本当ですか。ね、超いい感じに抜けてきて馴染んできた。いつもありがとうございます。あれ、コロアキさん、これあれなのにブロックしたはずなのに。品泉じゃないと博多の女って言ったら違えろって。九州弁もいろいろ、九州っていうかね、いっぱいあるんだね。福岡弁。あ、なっちゃんありがとう。なっちゃんアラブの説教、なっちゃんがいないって言ったけど、なっちゃんありがとう。なっちゃんどこの子なんだい。福島か。東北行くね、なっちゃんに会いに。こんにちは。今日どうしよう。誰ピンチヒットさん、ありがとう。こんにちは。
今日何して遊ぼう。北海道に行けたらいい。あ、久しぶりです、もこちゃん。発見できた、もこちゃん。今日ね、夜遊ぼうって言ってた女の子もいた気がするんだけど、本当かどうかわかんないしな。もこちゃん、なくすとこだったかも。ありがとう。大阪いつまでいるんですか？あと 2,3 日ぐらいはいようかなと思うんですけど、なんか遊べる人がいなくなったらもう東京帰ろうかなと思うんですけど。来てない。テレビの取材ってなんだろう。だってポージもネキも連絡来てないもん。ありがとう。何を頑張ってるのか分かんないけど、まあ、常に配信がね好きだね。ずっと配信はつけてたいなと思う。あんまり連絡しないかも。兵庫ね、大阪近いから兵庫で遊べる子いたら兵庫行ってもいいけどね。なんでテレビの依頼来たの？いいな、俺もテレビの取材されたい。旅館のことでテレビの取材来たってこと？嘘でしょ。あ、ダメだ、エミ太郎招待オフだ。エミリさんも全国区の炎上配信者になるのか。いいなぁ。エミリさんも全国区の炎上配信者か、これで。いや、俺のせいじゃないでしょ。ね、冗談でさ、ドア閉めた、窓閉めただけでさ、あんなぶん殴る、窓のぶん殴るゴリラいないだろ。連絡返さないって言ってたよ。俺悪くないじゃん。どんな風に取り上げられる？お互い様。あ、俺も悪いの。まあ、取ったのは俺だしな。まあ、エミリさんもたまには自分のさ、そういうの見た方がいいんじゃない？ねえ。エミリさんってさ、自分のさ、こう切り抜き見ないって言ってるけど、エミリさんが暴れてる時のやばい切り抜き見た方がいいよね。それで、あ、恥ずかしいと思ってやめれたらいいと思うし、配信のものしかこれはね、もうね、顔色悪い。なんか頭が回ってない、まだなんか半分 0.5 回転かなって感じ。全然こう頭が回ってない。学校費もあったっけ、なんか寄れたって1回しか寄れない。全然覚えてないんだよ。ラウンドワン行った記憶もなんか、あー確かに行ったかな、どっかタクシー乗ったなぐらいの記憶しかない。こっちがどこだか分かんない。こっち来るの
わかんない、どこ行ったかもわかんない。でも全部レアちゃんがお金出してくれたと思うんだよね。領収書がたっぷりする。わかんない、ラウンドワンだったのかどうかも。なんかご飯とか何にも全部、ご飯全部出してくれたから。ねえ、どうかな、申し訳ないよ。下唇、いや帰ったんじゃない、オス同士、リアってオスってこと。お金持ちなの、レアちゃんちの実家って。なんかすごい、私なんかね、オスとかには100万ぐらいギフト投げるから、ルイジさんもイベントの時行ってねとか言って言われたけど、俺イベント出ないからな。情けないって何、どこが情けないの。もしあの子じゃ終わったということ。みんなあれね、レアちゃんになんか冷たいよね。なんか家にサウナがある。タワー別にそんな仲良くないしな。そうイベントを乗り切れるとは思えない。この間さ。ホテルにあったからさ、俺持ってきちゃったんだけど、 いずれ誰かとは使いたいなと思ってんだけど、ふふキュットって知ってる？ふふキュット、締まりが良くなります。ふふキュット、誰の締まりも悪いなとは思ったことないんですけど、アメニティグッズ、締まりが良くなります。ふふキュット、こうなっちゃうの。メディキュットじゃない、メディキュットじゃない。メディキュットじゃない。立ちつてとみたいな。立ちつてとみたいな。キュットみたいな。立ちつキュットみたいな。そうそう。っていうやつ。テトキュットじゃない、テトキュットじゃない。そうそうそう、そういうのがある。え、名探偵ジャクソン、こんにちは、はじめまして、名探偵ジャクソンです。はい、はじめまして。初心者なんですがよろしいでしょうか、お願いしても。バトルは、はい、すごい閲覧が多いですね。すごい、なんか有名な人なんですか。いやいやいや、ルイージさんにはなんか今見たらとてつもない人数だったから、ちょっと一回タップしてみました。ダメ元だったんですけど、まだ初めて。あ、僕ですか。僕普通に仕事してて、ただ TikTok ダウンロードしてまだ1ヶ月ちょっとぐらいです。今まで何もやったことないんですけど、あのこれ初めて、 TikTok とあの配信系はこれが初めてです。すごい、才能の塊だ。いやそんなことないです。もう長いんですか、ルイージさんは。僕長いんで。もうどれぐらいやられてるんですか。もうそうですね、3年ぐらいやってるんじゃないですかね。おお、もう本当あのこれだけじゃなくて、いろんな配信のやつをやってたって感じなんですかね。はい。あ、さすがです。ちょっといろいろ教えてもらいたいです。あ、 YouTube もやってらっしゃるんですか。いや全然ほぼやってないですけど。なるほどですね。よかったらよろしくお願いします。いや、あんま配信って人と関わることないと思うんで。あ、そうなんですか。
だって結構基本自分の話ばっかりじゃないですか。あ、まあ確かに。でね、なんか多分その閲覧がね多い人だと、僕ら2人でこうやって会話してると他の人が置いてかれちゃうから、はい、確かにリスナーさんに失礼だと思うんですよ。コメントも読めなくなっちゃうし、はい、そうだからね、閲覧が10人とかぐらいだったらこうリスナーさんも混ぜて相手のねこう配信者同士と話すのもいいと思うんですけど、閲覧が 2,300 人以上超えてくると、こうコラボばっかりしてるとリスナーさんが置いてかれちゃうから、つまんなくてリスナーさんが多分離れちゃうんですよ。確かに読み上げられないですもんね。そう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 、話してるのにこうその名探偵さんとずっと頭こうやって話してるのにこうコメント欄読んでられないから失礼になっちゃうから。じゃあ普通にバトルお願いします。わかりました、よろしくお願いします。一戦、皆さん一戦だけお願いします。お願いします。あら、いやすごい、あのあれかと思った、なんだっけ、海外の人みたいにすごい連投できた。切ってんのに、切ってんのに何回もこうボン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 上がってくる。切ってんのにすごい来る。なんだっけあれ名前、モンディしか出てこないわ。モンディしか、名前なんて言うんだっけ、あの海外の人。そう、すごい上がってくる。モハメド、モハメド、モハメドね、モハメド。なんであの人あんなに閲覧あるんだろうね。800人とか700人近くいたでしょ。楽しみ袋であんなに閲覧いくの、すごくない？お楽しみ袋効果。ギフレベ34ってすごい方なの？ギフレベ34。バトルが面白いかな。なんかそのしたいノリってのがあるよね。ノリってのが海外が湧く。そんなに大きまくてお金はあるってこと、しょうがないじゃんね、海外の人呼んでも。結局ね、コメント欄で分かり合って話しやすくなるのは日本の人なんだから。バーベキューかな、今日なの。バーベキューって明日じゃなかったっけ。明日じゃなかったっけ、バーベキュー今日。明日でしょ。明日でしょ。どうしような、なんか口が寂しいんだよな。今朝帰った、今朝。牛タンさっきねちょっと食べたけど、結構メンバー減った。やっちょさんとしきさんは本当に今大阪にいるの。たこ焼きね、なんかあんまり食いたくないな。なんかこの間いっぱい食った。たこ焼き全部の種類食べたんで美味しいって。あ、ユニバ行ってんだ。へえ。なんだかんだでしきさん好きだね、やっちょさん。ユニバのショップで配信して怒られた。コージーとはバーベキューの時にちょこっと会えばいいんじゃないかな。湧いてた？やっちょさんとしきさんのはちゃめちゃ湧いてた。
おでん俺美味しいと思ったことないんだよね。ポージ怒ってないと思うけどね。なんでポージが怒ってたのかもよくわかんないし。翔さんありがとう。なんで怒るのか意味わからない。ディアさんありがとう。あ、しきさんとやっちゃさん8000人もいた。さすが、しきやっちょは最強だよな。元祖だよな。コスモスありがとう。誕生日ね、お母さんの誕生日ありがとう。やっぱ一緒に旅行行ってほしいな。誰と旅？旅行。ヘッド向けてないじゃん。いつもの絡みじゃん。今日誕生日お母さん。いつもの一言だからね。あれで怒るのは意味わかんない。多分怒ってないと思うけどね。ちょっとバトルで負けた瞬間にあらららららみたいな思ったけどね。ポージバトルで負けると不機嫌になるから、ポージあらららららららと思ったんだけど。そう、遊んでくれる人いない。いや、2日待たせてっていうか、そのポージーと別に約束もしてなかったんだよ。何日に行くとかも決めてないし、約束ごと。なんでいないか考えな。なんでお前上から目線なの。別に お前の関心でなんか遊ぶ女がいなくなってるわけじゃないし、なんでお前にそんな上から目線で言われるんや。なんでお前に女が今いないか考えなみたいな言われ方されても、なんかあったら何にもない。そう、ハックンとね、お母さんが誕生日一緒らしい。昼間だしね。ポージーが連絡ついたらポージーに会いに行ってもいいんだけど、夜はさ、なんかやっぱりあれじゃん、男同士でいてもあれじゃんと思うから。いや、ミュートされるのはね、ミュートされる人が悪い。どんなコメントだろうが、じゃあなんて言ったのっていうコメントね。レイちゃんやめてよ、レイちゃん。アブロブソだった。ミユの方が強くなかったなんか知んないけど。なんでミユあんなに強気で言うの。いや、京都来ますかって顔見せてね、可愛かったら言ってもいいよ。あと覚悟あるんだったらツイッターから写メくれればいいよ。誰かもわかんない人のためにわざわざ京都行くの怖くない？
大阪はポージーがいるからまあね前々から大阪で遊びたいっていう人もいたし乗りできたから内さん家帰ったんだ昨日ネキと遊んだって言ってて遊ぶ人いない大阪にいるよ俺熊本かよ遠いな俺だとプリキュア撮ったみたいねいや友達さんとは全然遊ぶ約束何もしてない難波じゃないよ今どっちかというと新大阪より昨日ミユ正論だった本当なんか何が正論かどうかは別としてどっちが正しいかなんてよく分かんないからあれだけどただこうお前って言っちゃう時点でねちょっとあのもうちょっとってなっちゃうねなんかあれをこう優しくこう諭せたら、うん、もっとねこう分かりやすかったりとか聞いてもらえたんだろうけど、あんまり俺なんか初対面では言わないと思うんですけどね。怒ってた分かんない俺もなんかそんなに俺ミユになんだ安室さんにヘイト向けた言い方してるのかも分かんない俺何も考えてないからな、昨日と同じ服レアは何て言ってるのかよく分かんないわそんなみんなミユ俺もう前って言うよ慣れた人はねけど初めての初対面の人とかにはあんま言わないでしょあお風呂入ったいやーこのね例えばねたまに多い時荒れてる時1万人ぐらいいて1万人の人がわーってコメント書いた時に一人じゃやっぱりモデはね耐えられないからミユがいつもねこの枠にいるとも限らないし3人とか4人とかでもやっぱりねこう対応しきれないから 3,4 人がさ常に俺の枠見てるってわけでもないしさそうだからこう20人ぐらいいた方がいいかなって俺は思ったんだけどでもそんなにこう安室さんが怪しい なんかねヘイトを向けられるんだったら安室さんのためにミュート機能だけ外してもいいし嘘つけないとかできるよあエリナも結構ミュートしたの それなのになんか どっちの意味なのエリナはそう ミュート機能でもさあれじゃないミュートされるようなコメントしちゃったんじゃないミュートされた時なんてコメントしたのみんなみんなでコメントしてなんてミュートしたらコメントされたの
そうそうそう、エミリさんのモデはだってブロックはひどいよ。ブロックは一生見に来れないからね。ミュートはさ、まだ次の配信には見に来れるけど。ルイージレアと会わんって言ってたやん、嘘って聞いたらミュートされた謎。でも昨日は話のね、わかんないけど、配信の内容的に、内容っていうかその流れ的に合っちゃった。こういうのがムカつく、会うの分かってたからねって。誰も決めてないのにさ。大阪楽しいかな。なめくじって言ったらミュートされた。そりゃそう、直ち今でもミュートしたいよ、うん、ねえ、女の子になめくじとかさ、子供じゃない？20代前半の女の子にさ、なめくじなめくじって書いてたらさ、それミュートされるよ。それは安室さんが正解だよ。逆に他のモデレーターがなんでミュートしないのかが分かんない。ありがとう。分かんないけど、まあ冗談で言うことあるじゃん。冗談で言うのはあるけど、しつこくねコメント欄で書かれてたら、そりゃね、ランダムに言ってたら一つぐらい引っかかっちゃうよ。そんな言ってないじゃん俺。どうしたラブ。じゃあ俺も一個ぐらいはね、被弾することもあるよ。怒られることもあるじゃん。俺もね、言い過ぎてたらさ、基本レアちゃんって言ってるでしょ。たまにさ、こんなめくじって言ってさ、エミリさんにもそうだよ、このガマ野郎とかさ、ガマとかって言ったら被弾するじゃん。それと一緒。そう、この31って言ってるのも全員ミュートされたい、もうおかしくないよね。本当の年齢よりさ上に言ってんだからさ。嘘の羽ね、自分確かでもないのにね、そのレアちゃんの年齢をわざとね、こう高く言ってる人らは、しょうがないよ、被弾されるにしても。逆に30代であの格好はひどくない？30代であの格好してたら、ちょっともうちょっと大人しい格好しようよって思わない？こんにちは。別に守ってないし、本人が言ってたとしてもさね。じゃあ一回ね、俺がね、自分エミリさんのことガマって言ったりとかね、なんだろうね、レアちゃんのことをナメクジって言ったぐらいで、こう一生言っていいとは限らないじゃん。ただね、悪口は言わないのって話。それを言ってんだからね、それはミュートされても仕方ないよって話。いいよ。ただしつこくゴブリンって書かれたらめんどくせえと思ってミュートされてもしょうがないし、うん、配信のさね、あれじゃん、この配信だけじゃんミュートってさ。なんだからね、危険を伴うね、そのギリギリを攻めてるコメントしてるんだったらね、それはミュートされても仕方ない。ほら、こういうね、こういうやつはミュートしとくよ。悪口言われることやってるじゃんってね。さよなら。ミュートっていうのはそのコメントで、この配信でコメントができなくなる。もう二度と、この配信中だけね、一回切ったら配信できるけど、あ、コメントできるけど、
ガマの由来。いや、なんか自分でカエル、カエルに似てるって言われてるから、カエルマークしてるから、カエルマークでこのガマって言われてるんじゃない。そう、世の中ね、悪口言われたことない人なんていないと思うけど、言われたらムカつくじゃん。そしたらさ、ムカついたんだったらさ、うん、ほら、こういうね、おめえが原因やろがいとか、こうやって怒ってくる人はね、こいつはもうミュートでもない、ブロック。あ、ブロックするよ、それは。ムカついてる、嫌なコメントは嫌じゃない。だってこうさあね、おめえが原因だろがいみたいな感じでキレられてたらさ、もう、はい、じゃあミュートとブロックがあって、ミュートはこの配信内でコメントがもうできなくなる、ブロックはもう一生コメントができない、一生見れないこの配信。声優それは、じゃあ夜はあれから、まあね、ちょこっと寝たね。何分ミュートもある。まあ俺覚えてないからいいんじゃない。あー、なんか小腹減ったな。顔色悪い。やっと、やっとだよ、やっと。もこちゃんありがとう、もこちゃんありがとう。なんか最初はね、ちょっとね、ふわっちの方がね恋しかったけど、発言がさ、こっちはさ、ちょっと下ネタ言っただけでバンになっちゃうから、ふわっちの方が居心地いいなと思ったけど、やっぱりズラが増えてきたらね、 TikTok の方がいいね。ふわっちよりこう、なんだろう、群れないでもいいし、ふわっちって本当に群れてないとちょっとね、生きにくかったね。ポージだって配信やってないじゃん。ポージが配信やってたらね、ご飯でも誘いたいけど、ポージごめんねって言って、そうな、 TikTok。 まあでも1アカウントは A 版ね、一歩手前だしね、もう一個は1週間版中だし、ひとみありがとう。なんかもう上の人らがいけないね、ふわっちのトップが。ポポさんありがとう、ふわっちのトップの人らがこうくっつき始めちゃったからね、今で言ったらさ、まあね、ちょっとそういうつながりはあるんだろうけどね、常夏さんとプリコーさんがフグ食べ行かない？ピュアンさんありがとう。ちょっと一回待っててもらっていいですか。
ただ今インスタからあの女の子が写メ送ってきたから写メ見てきていい？女の子の写メから、あの女の子が写メ送ってきたから写メ見てきていい？女の子の写メでも、なんかあのナミクジはそのままじゃない？鼻じゃない？鼻やったのか？痩せたらいいんじゃない？痩せたらね。やべえ、LINE 来た。レアちゃんかこれ。ちょっと待って。レアちゃんから LINE 来たかもしれん。ちょっと待って。やべえ、LINE 来た。レアちゃんかこれ。ちょっと待って。レアちゃんから LINE 来たかもしれん。ちょっと待って。迷うね。ちょっと待って、間違えた。いや、レアじゃない、レアじゃない。人付き合いがね、俺苦手だからな。ホスラブで有名なの？リアちゃんってそんなにホストでお金散々使ってるくらいの爆投げ師なの？なんかそんなに爆投げ師なら逆に俺好きになっちゃうんだけど、そんなお金持ってるんだ。なら安心してさ、ね、子供作ってあげたらね、レアお金持ちなんだから幸せになるだろうなって。今日泊まってるところもすごいいいホテル泊まってんだよ。なんでそんなところ一人泊まるのと思って。そうそうそう、いつも支払いカードなんだよ。自分のね、子供が幸せになるならね、レアに授けてもいいか。さらっと言ってたもんね。 TikTok のトップライバーより全然私の方がお金持ってるよって言ってたもんね。すごいわ。安心して子を授けられるわ。そう、親が持ってても結局レアちゃんが持ってても一緒じゃん。親のお金はレアちゃんに入るんでしょ。
ありがたいわ。でね、なんかそのさっきから夜働いてるよって言ってる人いるけど、ね、レアちゃんが夜働いてないのはみんな知ってるじゃん、わかるじゃん。ずっと配信やってんだもん、ここね、毎日ね。働いてないでしょ、どう考えても。昔働いてたのかどうかわかんないけど、いや俺ん家以外にもなんか福岡で借りてる家もあって、実家もあって、でもなんかお金にそう執着ないから、なんかちょっとなんかある意味だらしないからね、なんか家借りてんだけど俺んちんじゃない、エルが幸せじゃないって、それはまた別じゃんね。お金がある家にねいた方が幸せかなと思ってんだけど、だからゆかりとかね自分でこうお金を作る、まあまたそうなると別になってくるか。俺の中でね、男好きじゃなかったらゆかりってすごいいいお母さんだなと思うんだよね。いろんな料理作るし、自分でお金を生み出せる行動を取れるから、そうそう、ゆかりっていいお母さんになりそうだなって、こう自分でこうお金を作り出せるからね、ゆかりは。そう、すごいなと思うんだけど、上品だしさ、けどゆかりより多分レアちゃんの方がお金を持ってるって考えたら、確かにゆかりは男を見る目がないよな。確かに神様ってやっぱりそこだけだよな、かわいそうな。ゆかりは男見る目がないな。まあ、スザクもそうだし、ハンゲドウも多分目だけ整形したらすごいかっこよくないんじゃない？ハンゲドウも目だけ整形して、なんかちょっとファッションセンスね、こう、変えたら、スザクみたいにイケイケなんじゃない？口は別に可愛いじゃん。サクも整形前はそんな大したことないでしょ。サクはね、でも性格がどうしようもないからな。腹違いってそんないけないことなの？ちょっと複雑だよね、腹違いがいると。そこが仲良くできたりとか、うまいこと大人になってこうね、なんかこう器が広い子に育ってくれればいいけど、一生恨まれかねない時もあるしな、子供からしたら。複雑な時もあるし、
恨まれる。いやー、男からして、男からしてすごい無責任なことだけど、無責任なことだけど、男からして子供がたくさんいることはありがたいことだからね。あのね、モモラブさんね、まあいいや。大阪の 新大阪の近くです。新大阪駅の近く。そうだから養育費を払わないで済むようにお金持ちがいいなと思ってる。でそれプラス、ねえ、こう子供に愛情を注げないかもしれないからね、かわいそうだなと思っちゃうしな。何もしてあげない。あちこちにたくさん作りたい。どれか一個でも成功したらいいな。子孫って素晴らしいからね。少子化対策だね。大丈夫、どう頑張ってもお前の父親にはなれないから大丈夫。松方弘樹みたい、わかんないわかんない。松方弘樹がどういう生き方してきたのかわかんない。何人とか考えてないけど。ミルキーありがとう。誰かしらさね、俺のね、ミルキーありがとう、遺伝子がさ成功したらいいなと思うよ。分かんない、障害にもよるじゃん、ね、障害生まれても愛せる気、愛せるって言うけど、俺だって何かしら障害あるじゃん絶対し、ね、やっちょさんだってね、何かしら障害あるから手帳持ってるし、エミリさんも多分俺あれ障害絶対持ってると思うんだよね。シキさんもそうだし、うん、俺の周りの配信者なんてさ、ポージーだって絶対配信あれでしょ、なんかちょっと障害あるでしょ、うん、スペックが低いみたいな障害あるでしょ。ポージーも絶対配信者なんてみんなあるでしょね。整形する人は顔面コンプレックスって言うしさ、そんなこと言ったらね、配信者のねトップライバーなんて結構してる人多いでしょ。ありがとう。多かれ少なかれみんなさ障害だらけなんだからさ。そう、大なり小なりって言ってんだよこれは。無課金さんは何なの、無課金さん何なの、整形してるの。ゆいゆありがとう、ゆいゆありがとう。ゆいがいないとやっていけない。そう、今はね障害じゃなくて個性って言うかもしれない。歯だけよ
難しいね。なんかわかんないよ、わかんないし、誰も否定もする必要もないしね、その環境とかもあるかもしんないけど、俺のさ仲いい、地元の仲いい女の子がさ言ってたんだよ、歯見たらわかるよって、子供の歯見たらわかるよってね、親のしつけとか教育とか全てが歯に出てるよって。それ言われてからすごい、あー、Lの歯大切にしなきゃなと思ったんだけど、ピオンありがとう。いや、まともなとこは矯正っていうか、まあ歯並びはね、まあしょうがないとして、一概には言えないよ、一概には言えないのは分かるけど、でも子供の将来とか子供の未来とかね、ね、50歳、今40歳になるけどさ、虫なんか歯医者にほとんど行ったことなくて、虫歯なくて、ありがたいなお母さんって思うし、この年になって40歳になって、ああ気づくなって、ああお母さんがね、これ小学校の頃ね、俺がトラウマになるくらいまで歯磨いてくれたからなと思って、俺だから中学校から20歳とか25ぐらいまで朝しか歯磨かなかったんで、夜歯磨かなかったんで、俺11月、うん、感謝感謝バブじゃねえか、感謝感謝、ゆうゆうありがとう、ゆうゆうありがとう。そうそう、まあ弱いね、強い弱いあるし、あの甘いもの食べてると、たまたま俺は多分あんまり子供の頃甘いもの好きじゃなかったんだよ、親が、だから甘いものほとんど食ってなかったけど、そうだからね、お母さんとお父さんね、お父さんすごい歯ぐちゃぐちゃだったんだよ、俺のお父さん虫歯だらけだったんだよ、だからお母さんがね、その分ね、お母さんも歯ね全部セラミックだし、鼻触る人は嘘ついてる、俺嘘つきなんじゃない、常に鼻触ってるね、鼻炎ってのもあるけど、あんこちゃんありがとう、お母さんに電話したよ。そうだからお父さんにも多分チューされてたでしょ、わかんない、でもゆいありがとう、ゆいありがとう、俺がさ、エルにめちゃめちゃチューするからね、エミリさんがお父さんいなくてね、エミリさんお父さんいなくてチューされた記憶がないから、ちょっと恐怖感じて、俺に自爆で聞いたんだって、なんかお父さんが娘にチューってするのってやばくないみたいな、聞いたら、あ、普通だよって言ったから、エミリさんはこれ普通なんだと思ってたけど、エミリさんから見たらちょっとおかしいと思った光景だったんだって。だから、まあ、それと一緒で、もしかしたらお父さんは俺にあんまりチューしなかったのかもしれないね、同じ食べ物とかでね、お父さんと同じスプーンとかで汚ねえなと思いながらお父さんのさ食べてたけど、あんまりお父さんのだから虫歯をつなかったのか。男同士だったらするのかな、俺男の子が生まれたとして、可愛いなーってチューするかな、ちょっと男の子がいないから想像できないね、スルーしちゃう、あ、スルー、男にもするんだ、なんだ、足だ、男同士もする、男の子欲しい気もするな、でも男の子が生まれたらどうなんだろうな、スポーツとか教えられないでしょ、もう40近いし、子供、男の子が生まれた時にはもう40だからな。
今日大阪にいる、そう、2人自分だから、お女の子がね、男の子に忠誠が分かるよ、ご自分の子供にね、けど男の子がね、旦那が男の子っていう、運動会もしんどいよね。いや、予定ない、全然。エルはさ、もう1歳とか2歳になったらさ、結構安定するじゃん。ポポさんに返事してない。あんまりお腹空いてないんだよね、なんかちょっと寂しいけど、よれたから。し、2人っきりでちょっと気まずいよね、ちょっと。2人っきり気まずくて。で、なんか やっちょさんのことね、送り届けた後なんでしょ。ちょっとな、やっちょさんにも気使うしな。まな3歳なんか、だから交換交換がいいね。もうエミリさんとはそういう会ったことある、会ったこと。なんでクルクルしてる。なお、上がってもらっちゃった。ああ、落ちちゃった落ちちゃった。ここ小窓に誰か上がってほしかったんでね。難しいよな、なんか気は使うんだけどな。でもこう少しずつ、こうなんだろう、いろんな人と仲良くしていかなきゃいけないなとも思うところもあるし、けど気使うしな。自分のしたい配信もできなくなるし。あ、ダメだと思ってました。言っとくべき。ポポさんまだ見てます？誰か違う人が遊んでくれるんだったらいいよ。誰か違う人が遊んでくれるならね。マーチありがとう。マーチありがとう。もう遅くなっちゃった。ポポさんいなくなっちゃった。そうそうそう。ましてやさ、ね、やっぱ お金ね、払わなきゃいけないかな、なんか割り勘かなとか思うとさ。俺はね、あんまり横のつながりを大事にしないでここまで来たんだよ。ぶっちゃけ。エリニコさんありがとう。だからこそ、今トコナツさんとかプリコーさんがちょこっと名前を出してくれるだけでもすごいね、ありがたいというか、やっとこうそこと関わり始めれたのかなとか。いやね、なんかね、ちょこっとね、ずるいなと思ってたんだよ。別に比べてるわけでもないし、人それぞれやり方があるけど、ゼロワンさんがこうほぼ同時期に TikTok に来たんだよ。1ヶ月遅れぐらいで、ゼロワンさんの方がもっと俺より前に挑戦してたとも言ってたけど、
一回なんか挑戦失敗して進出失敗してちょっと時間置いてからゼロワンさんが後から来たらしいんだよ。1ヶ月ぐらい後から始まったらしくて、そうでゼロワンさんって最初にね4校とかさ上の人らトップランカーとバトルしまくって、そうすごいすぐ仲良くなってね、すぐ旅行とか行ったりとか、わゼロワンさんすごいな、社交的ですごいなと思ってたんだけど、俺にはあんなやり方無理だなーって、俺一生4コーラと絡む世界戦なんてないんだろうなーと思ったらさ、マリオさんに勝って満足してないの？まあそう、ゼロワンさんのねやり方もすごいね、こうずるい、ただずるいって人ずるいってわけじゃないし、本当に戦略があったりとか考えてやってるのかね、なんか自分より年下にペコペコして入ってって、今はもう対等になっちゃったけど、気づいたらさ、気づいたらゼロワンさんねもう対等になっちゃったけど、一番最初なんてさ緊張する、よろしくお願いします、すいません一戦いいですか、ふわっちから来たんでよろしくお願いしますみたいな、うん、今になったらもうこうね、下から行ったり、なんならこうね、もうほぼいじり倒してるけど。すごいよ。成り上がってもないし、まだね、なんか全然、バトル界隈と比べられたらね、まだ、いまだに炎上系ってあっちの人らは言ってるし。モノマネのクオリティはこれはヒカルさんの時、ヒカルさんと初めて喋った時のゼロワンさん、緊張した緊張した、ダメですよ緊張した、僕なんか話せないですよ緊張した、えっていうのヒカルさんと話した時のゼロワンさん、でも俺も多分ああなると思う、俺も一緒になっちゃうと、ああ気まずい気まずいって、こうやさんとプリコさんと話した時、初めて話した時そうなっちゃった、ああ気まじいって、面と向かって話せないってなっちゃったからね、うん、プリッコーさんですら緊張したもんね、ここさ、ありがとう、ましてや感謝を言われるなんてさ、うん、でもあれプリコーさんの真似なのかな、あのさ、あゴンちゃんありがとう、なんか誰だっけ、スザクがよく言うじゃん、職長ありがとう、職長ありがとう、職長が寝てた、ルイジャーすげえやとかさ、あんたすげえやとかって言うじゃん、あれってプリコーさんの真似なのかな、真似して言ってんのかな、なんか本当プリね、プリコーさんが言ってたね、いいよもう無限さんは、無限さんはこう真似されるだけ、あ真似なんだ、スザクがあれプリコーさんの真似してんだ、いやだ誰にでも言ってるってことなんだね、あれプロさんありがとう、お母さんそうか、アラブの石油は関慎吾さんって人が考えたらしいよ、ルイージは勝手に警察呼ばれるんだから炎上系ではない、関慎吾さんって人がいるんだよ、その人がなんか違う配信サイトで考えたやつをみんながこう使い回してるらしい、よしどうしよう、そう吉江さんの息子さん、日がこっちに昇ってきちゃった、どうしよう、そろそろどっか行くか、あニコ生の時言ってた、当時配信しないんだもんな、ナイスさんに起こしてもらうのも気まずいしな、
ナイスさんち行くか。みんなさ、いや、フグ行ってきなくて、ポポさんいなくなっちゃったんすよね。ポポさんがいなくなっちゃった。ナイスさんがポジ行方不明。だから、ね、ネキと止まってんじゃないか。また邪魔すんのって何？誰の邪魔をすんの？バーベキュー割り勘だと？一人6000円だと？ナイさんお金カツカツってこと？ね、自分の地方から自分のね、ホームに呼び出して、割り勘だと。こんだけ金ねえんだ、あいつは。家で食った方がいいじゃねえかよ。好きなもん食えるしよ。腹減ったからナイスさんちに飯食いに行くか。ナイスさん配信やってないの？ナイスさん配信やってる？やってる。ナイスさんち行こう。ナイさんに鳩飛ばしてルイージが呼んでるって見つかんない。ルイージが呼んでるってナイさんに鳩飛ばして、あ、これで出てこないのか。サンアルさんに鳩飛ばして、友達のみになってる。友達のみだ。あと飛ばしてないっすよね。終わってないでしょ。やってるでしょ今。700人ぐらいで。あと飛ばして、あと。ナイスさんが友達のみになってますって。ハロー、今からご飯食べ行っていいですか？ありがとう。ナイスさんじゃない、違う人だった。コラボ申請来たから。ダメだ、ナイスさん俺フォローしてるけど、オフになってる、オフになってる。人気ランキングから探して。カズ、親子ってこと？親子ではないです。お姉ちゃん、お友達？おばあちゃん。じゃあ友達、いやおばあちゃんなんて言ってない。友達です。友達、いつもめっちゃ見てます。あ、ほんと、はい、ちょっと似てるね。似てる。親子じゃないです。兄弟わかんない。兄弟親子わかんない。似てるなと思って。なんかルイージさんとかめっちゃ見てるよね。もしよかったらステッカー欲しいです。ステッカー持ってきてないんだよ、ごめん。写真撮ってもらえますか？いいよ、あれね。ちょっとナイスさん待っててくる。おい、ちょっとナイスさん待っててもらっていいですか？すいません、ごめんなさい。
写メを写真撮りたい。あ、格好してね。あ、はい。うちなんかさ、めっちゃ来るの。バンになっちゃうの、バンになっちゃうの。ちょっと どこやろ。てかごめんね、持ってきてなくて。あったもん。あ、いいですか。え、もしかしてあ、ここに止まってた。え、当たってた、俺そう。すごいこれ。あ、ラジオになった。あ、そうなんですか。じゃあ、よかったらどこおんのこれ、今。ありがとうございます。すみません、本当に見てますか、毎日。はい、あの、機会があれば一回遊んでください。ありがとうございます。覚悟はないです。あ、覚悟ないんだ。あ、はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ルイジ、可愛かったら、あ、今の子、可愛かったら、ウインクしてる。いや、まあまあ、寄れたらいけるんじゃないかなって。あの、じゃあ、ナイス、あの、バトルで勝ったら冷蔵庫あさりに行っていいですか。すいません、ナイスさんちに、あの、冷蔵庫あさりに行きたいんで、勝たせてください、お願いします。すいません。いや、なんかしらしらしらすると恥ずかしいなと思っちゃう。BGM かけるか、本当は姉妹みたいな感じだった。タップからお願いします。タップからね、タップ助けタップからね、文句言わずに、文句言わずにナイスさんちの冷蔵庫あさりに来たい。絶対もうバトルで勝ったら文句言わせないから。タップお願いします、タップお願いします、タップだ。圧勝できるんじゃないこれ。タップで圧勝、冷蔵庫あさり散らかせるんじゃない。ナイスリスナーなめんなよ。ナイスリスナーなめん。どうへし折る。ナイスリスナーさん、ナイスさんのリスナーさんの明日の食材山ほどあります。食べに来てください。あ、ナイスさんのリスナーさんも応援してくれるわ。ありがとうございます。来てください。お前せこいな、バトルのやり方が。お願いしますよ、バトル。ぜひ食べに来てくださいって言われてる。条件の付け方が。ポージー帰ってきてないんですか。何？ポージー帰ってきてないんですか。昨日ネキと一緒に夜消えたって。そう、なんか消息不明になってる。怪しいね、ポージー。お願いします。カップからお願いします。カップから。え、やっとしきちゃん、ハックン来るよ今日ですか。まずいから、それとこう引き換えに帰りたいな。それ、あとパチパンチも来るよ。あー、パチパンチも怖いな。残さず食っちゃう。もう来てもらう。よし、650ポイントみんな。少しずつでいいんで、少しずつでいいんで。10コインずつ、1コインずつで650 ゴー。俺負けたらいかないからね。負けたらいかないからね。俺が勝ったらルイージ来ない。来てほしいくせに。来てほしいくせに。チョンナイス。ミミン来ないっすね。ありがとう。いいちゃん、ありがとう。いけず、ありがとう。いけず、ありがとう。ありがとうございます。特攻さんナイスです。ありがとう。3倍でくれ、3倍で。こっからです。100コインでお願いします。100コインで。絶対3倍でくれ。よかった。絶対3倍でお願いします。ルミちゃん、ありがとう。ここで全部で決着つけたい。ルミちゃん、ありがとう。グローブないからね。エリナ、ありがとう。モコちゃん、モコちゃん、頭つけよう。3倍で決着、こっち。モコちゃん、
モネモネさんありがとう。うわチロルチロルアラブスケチロルがいない。ゴー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 チロルさんありがとう。ハンバーンリリッチハンバーン。まあまあアラブスケチロルさせたんじゃない。どうもありがとう。さっきとそこは違うよね。ガチオブあー今ありがとう。メロンパンありがとう。ハンバーンティケさんアラブスケティケさんが寝てやってくれ。ティケさんありがとう。ラスト10秒ミミありがとう。ミミが焼いてやってくれ。ミミありがとう。マキ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 アルムさん、マキマキが寝てて、ここ攻めてくるよ、攻めてくるよ、ここで攻めてくるよ。ユーちゃん、ユーちゃん、アルムさん、ユーちゃんが寝てるよ、ユーちゃん、ありがとう。うーわ、来た。はい、そこさん。ミュー、ミュー、アルムさん、ミューが寝てて、ミュー、ありがとう。よっしゃ、あと15秒ある。ミュー、ありがとう。ゴーゴーゴー行って。強いよ、いきなり来るからね、モコちゃん、ありがとう、モコちゃん、ありがとう。モコちゃん、ありがとう。来るぞ、来るぞ、エリナ、ありがとう。もう一個ある?マコリン、ありがとう。どうする?ケイちゃん。グローブあるよね、一個ね。みんなで逃げ切ろう。みんなで100ポイント逃げ切ろう。来んなってこと?ナイスサンリスナーのうちに来んなって言ってる奴がいるってこと?ほら、特攻の天狗社長が来んなって言ってる。やばいやばい、マジかありがとう。お前ごときが来んなって言ってる。100ポイント、あ、藤丸さんありがとう。ビジパありがとう。どういくよ。モちゃんありがとう。シロちゃんありがとう。皆さんありがとう。グローブ使ってきた。グローブ使った。ありがとう。キナキナ、キナがいないと。キナありがとう。ウサキさんありがとう。誰か出して。あったら出して。圧倒的勝負ってこと。TK さんありがとう。TK さんがいないとやって、圧倒的勝利にするってこと。ない。マキロイさんありがとう。マキロイさんありがとう。あ、10秒。あ、モコちゃん、モコちゃん、モコちゃんあるんですよ。モコちゃんがいないとやってきない。銀ありがとう。 M さんありがとう。 M さんが逃げてやってくれ。 M さんありがとう。 5、4、 M さん、 待って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 。まあありがとう。マーがいないとやっていけない。まあありがとう。おめでとう。ありがとう。ミートでいきます。はい、ユミありがとう。エリナありがとう。エリナありがとう。いないとやっていけない。みゆありがとう。もこちゃんありがとう。 TK さんありがとう。チロルさんありがとう。マキマキさんありがとう。ルミちゃんありがとう。ユウちゃん、エリナ、ユウ、 M さんありがとう。 2K 以上皆さんありがとうございます。みゆありがとう。もこちゃんありがとう。 TK さんありがとう。チロルありがとう。マキマキ、ルミ、ユウ、エリナ、ユウ、みんなありがとう。ナイスさんのリスナーさんもナイスさんもありがとうございます。え、あのさ、今からお腹空いたんで遊び行きます。お腹空いたんで。十条駅に降りたら分かるかな。十条駅のあの高架、なんか高架線って言ったらいいんでしたっけ。リスナーさんに聞いたら分かると思うよ。リスナーさんに聞けば早いですか。うん、分かりました。え、あ、でも俺、え、それ新大阪やろ。新大阪です。うん、だから重曹商店街まで行ってからやったらリスナーさん分かるんじゃん。でも、あれ、ナイスさんって LINE 使えます?部屋番とか言っちゃってるんでしたっけ?なんて ?LINE 使える?部屋番とか言ってます ?LINE 使えるよ。じゃあ電話します。え?あ、ちょっと待って。あれ、部屋番とか知ってます?もうみんな。みんな知ってると思うよ。知ってます ?1204 って本当っすか?うん、ほんと。ああ、1204。ああ、じゃあ。適当に向かいます。はい、送ったよ。ああ、ありがとうございます。向かいます。今からよろしくお願いします。はい。じゃあね。ありがとう。はい。レイジリスナーもあり。来ちゃった。ナイスさんち行って飯食ったら、どっか遊び来たいから、女の子 DM ちょうだいね。今日の夜遊べる子。俺配信切るから。遊べる子 DM ちょうだい。飯食うだけだから。女の子限定でしょ。当たり前でしょ。すいません、重曹液お願いします。重曹ね。スーパーナイスティーってわかります？住所分かればいけるけど。スーパーナイステイって場所があるらしいんですけど、うん、住所分かる？
1204の部屋番しかわかんないですけど、まあでも、まあ、まあでも受災切りの近くなんで。じゃあ西口でいいんかな。はい、はい、じゃあ行きます。西口なのあそこって。西口と東口やの。重曹東のタワマン。重曹東のタワマン。東口やね。東口のタワマンかな。先ほどありがとうございました。涼子。だって重曹東って。あ、さっきのこの涼子。書いてあるから重曹東多分1丁目か2丁目でしょ。あ、じゃあ重曹東の東口の駅の出口ぐらいで。まあタワマン1個しかないらしくて。グランドビュー大阪。サグラウンドビュー。いや、それだけで分かんないな。まあまあまあ、まあ、まあ近く行ったら分かるんで僕。あ、行ったことあるの。あ、はいはい。皆さんじゃあの遊べる人は DM とかね、あの TikTok からでも DM でも何でも送ってください。あ、 LINE 見る。あ、ナイスさん送ってくれたからね、 LINE。ツイッターのね、あの写メでも、写メとね DM 送ってください。いつもこうそうやって仕事してはんの。あ、そうです、うん、みんなさんからね、あの少しずつお布施をいただいて。それってなんて言ったやつだったっけ。ティックズ、ピックホック。 あ、そういうのもピックポックもあるね。ピックポック。じゃあ皆さん一丁目。あ、一丁目。ちょっと待って、一丁目の重曹東、一丁目の20の3。一丁目20の3。まあでも適当で大丈夫ですよ。適当で1丁目20の3で。皆さん、あの写メとかね、ツイッターから DM くださいね。遊べる人、大阪にいる人、ナイスさんの枠行ってください。ナイスさんの家着く。え、こっからどんくらい着きます。今ちょっと10分もかからないとは思うけどね。10分もかからないと思うみたいなんで。明日なんかね、今日の夜遊べるって言ってた子いた気がするんだけどね、わかんない、何にも。ちょっと、うん、配信切る。ありがとう。ああ、いいよ、全然全然。なんかさっきの女の子もあれだけど、なんかあれだね、なんか名前が変わってるね。エプロンの青いって。配信者なのあの子。あ、なんかナイスさん買って、小窓上がんなくて大丈夫。あ、ナイスさんの小窓上がるかも。なんかナイスさんサブアカでやってんじゃん今。買い出しするって。まあ、じゃあ、あの皆さん、一応ね、重曹だから、しありがとう、リョーコありがとう。さっきの子でしょ、リョーコね。お、このアカウント見たことあるわ。トイプードルと暮らしてます、カフェ巡り好きって。なんか見たことある。新大阪付近で多分いると思うんで、遊べる人ね、DM と写メください。あ、藤さんいつもありがとう。藤さんがいないって言ってる。藤さんありがとう。ああ、いいよ、全然。何もいらなかったから。あ、チロルありがとう。チロルがいないって言ってる。チロルありがとう。ナイスさんの枠みんな行ってね、ナイスさんの枠。ハックのタンプレなんかどうでしょう。いらねえだろ。あ、コウさんあれば、ぜひコウさんがね、なんかさ、ナイスさんいいお肉ばっか買ってくるからさ、胃もたれして下痢すんだよね、いつも。下すんだよね、なんか、うん、ナイスさんちいつもなんかいい肉ばっか買ってくるから、ナイスさんちで肉食いすぎると下すんだよ。なんか差し入れ何持ってくんだよ。コーラだけ持ってけばいいだろう。ナイスさん、あとお酒か必要なの、わかんないけど。重曹東。え、ナイスさん枠終わった。そうだろ、やってるだろ。20の3か、やってんだろ。ナイスさん枠やってるよ、うん。じゃあ皆さん配信切るんで、またね、うん、ありがとうございました。今日の夜もね、遊んでね、あっちでご飯食べ終わったら多分1時間とか2時間ぐらいじゃない、いて
仮眠するかもしれないけど、そんな俺人んち入れないからなんか窮屈で気使っちゃって。みんな遊んでね、夕方夜ぐらい。バイバーイ。どうなるかな。だね、ナイスさんの枠遊び行ってね、みんな。でなんかルイジが差し入れはってコメント見てるから、差し入れはって聞いといて、ナイスさんに。何欲しい、欲しいものあるって聞いといて。バイバーイ。